観光地になるために生活とか街を変えていくっていうアプローチはあまりこう好まない、うん、東京の人が好きなものを作りましたってなったら東京的なものが街に一個できてしまったり、はい、一泊二日の街じゃない、うん、人工的なものがあるってことはすごい人の気配があるっていうことだと私はこのインダストリアルセクシーだなって思ってるんですけど、インダストリアルセクシーはい、インダストリアルセクシーいいですね、それちょっと北九州の場合結構なんかアクセスすごくいいし、はい、で福岡とかにもすごい近いんですけど、うん、福岡とまた違うカルチャーを持っていて、うんうん、でなんかでもそれはこう観光的にこうじゃあめっちゃパッケージングされているかっていうと、うん、そうではなくまだこれから で、ね、でもそこにはちゃんとこういろんな要素があって、うん、すごいこう掘り出すこう価値がめっちゃあるなみたいな感じに思っていて、うんうん、なのでなんかいいなって思いながら今日来させていただきました。いや、ね、本当にあの関心を持っていただいて大変嬉しいです、うん、ありがとうございます。北九州市は、まあ、自然もある、まあ、都心もある、うんうんうん、そして歴史もある、で未来にチャレンジするような産業とか場所もあって、うんうんうん、まあ、何でもあるんですけども、うん、何でもありすぎるがゆえに全体のそのコンセプトがこうぼやけてしまうとか見えてこないというような、うんうんうん、一つ課題がありますし、うんうん、あとですね、北九州市の良さというか特徴として、うん、観光地になるためにそれに付随する形で生活とか街を変えていくっていうアプローチはあまりこう好まないというか、そういうのに慣れてなくて、むしろ生活がまずあって、生活がこうどんどん輪が広がっていった結果他の街の人にも喜んでもらえるんやったらぜひ来てねっていう、そういう感覚、すなわちこう外発的な観光をやろうよっていう、そういう感覚よりこう内発的に結果として観光になってればいいよねっていうような、うんうん、感覚が非常に強いんですよね、うんうん、ベース の、 その暮らしとか日々の営みみたいなのがまずしっかりあるよね、うんうんうん、それをなんかねじ曲げて、あるいはむやみにそれをデフォルメしてまで観光地にしようっていうところまではやらないよっていうような感じがあるんですね、うんうんうん、ただ私は逆にそれが今までの観光地と違う、うんうん、その息遣いがあるその場所としての魅力っていうのは北九州市は非常に強いので、そこはものすごくこれからまあ掘り出し方、磨き方次第によってすごいチャンスがあるなと思ってるんですよね。いやでもなんか本当に生活観光みたいな結構なんかトレンドというか、やっぱりこう感度高い方はそちらを今すごい大事にされていらっしゃるなっていう感覚はなんかすごい感じていて、やっぱりこう観光地的にまあ何か作ろうみたいになると、うん、まあ、どうしてもこう似たものに修練してしまう、何らかのまあテーマパークなり、なんか何らかのまあ大きいこうドームなり、うん、なんかそういった感じになっちゃうんですけど、なんかそれって結局なんかじゃあ極論東京の人が好きなものを作りましたってなったら、なんか東京的なものが街に一個またできてしまったみたいな世界観にどうしてもなってしまいやすくて、って時になんかやっぱり今日伺ったその旦過市場、旦過市場とか、あ、はい、まあ、ここ上野海運さんもそうですし、なんかこういうこうこの街とともに長い時間をかけてこうなんかこう磨き上げられてきたなのか、発酵し続けてきたなのか、ぬかだけ上げる、そうそう、なんかすごいこうでかいぬか床みたいな感じのところの方がなんかこうなんか味わいがいいなみたいなものがやっぱ出てくるなっていうのはすごい思っているので、なんかそういう観光の在り方というか、どちらか北九州の生活の在り方みたいなのをうまくこう伝えられるといいのかなみたいなのはこうぼんやりと考えておりました。おっしゃる通り、感じられたかどうかわからないんですけどね、人の距離が近いんですよ。なんていうんですかね、まあよく言えばこうすごく人肌感がある、体温がある、うんうん、悪く言えばこう圧が強いというかですね、ものすごくこう接近して、一度行ったお店が2回目行くともう常連さん扱いされるみたいな、でこう子供たちがこうベビーカーで、ママとかパパがベビーカーで連れて行ってると、お店の人が例えばお肉屋さんの
あのおばちゃんとかがお肉を買ってくれると同時にちょっと飴を1個くれるみたいな、なんかそういう、なんていうんですかね、関わり合いがものすごく好き。ただそこはあまりこうトーカティブでおしゃべりでなんかベラ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 やるっていうよりかは、こうなんていうんですかね、割とこう自然な感じでその距離を縮めていきたいって、そういう、こう人好きな感じ、その体温とか人肌感は非常に強い、そこもね、あの私はこの北九州市の魅力だし、そういうのを体験に しに来ていただくっていうのも面白いな。確かに確かに確かに、だから一泊二日の街じゃないっていう感じなんですよね、うん、ちょっとなんか半分こうちょっと滞在してもらいたいっていう、ね、第二の地元みたいな感じになった方がこうより愛せる感じがしますね、きっと。そういう、そういうのが北九州の強みじゃないかなと思いますよね。だから角打ちは今日まだ行かれてないと思うんですが、ちょっと覗いて、こうゆっくり歩きながら、ああいう角打ちの発祥の地なので、うん、あれって、まあ、あのまあバルみたいなもんじゃないですか、うん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 、かっこよく言えばね、うんうん、ああいうその知らない同士がでそこで同じ空間を共にして、うんうん、ちょっとお酒も入ったところで、あの、まあ、パブと一緒でこう会話をしたりとか、うんうんうん、ああって言って、ああそういえばあそこにこの間どうやったとか、久しぶりとかいうのが自然に生まれるっていう、そういう素地も強いので、うんうんうん、そのなんて言いますか、角打ちもね、私は非常にこう象徴的な北九州の、うんうん、まあ、魅力じゃないかなと思ってますよね。なるほどなるほど。今日いろいろ話伺ってて、なんか北九州は三交代制の街だみたいな話が結構パンチラインだなと思って、はい、うんうんうん、それって本当になんか製造業しかり、はい、まあ、港湾しかり、うん、そういったものがもう基幹産業としてあったからこそ、うん、なんかこう一日を通してずっと働く人がいて、うん、だからこそその人たちのためのサービスも一日を通してこう稼働して、だからまあ角打ちがあったりとか、なんかまあそういう食堂があったりとかするみたいな話を伺った時に、これは結構街のカルチャーになるなっていうのはすごい感じましたし、私なんかそのみんなが同じリズムで動いているわけじゃないからこそ、こういい距離感で人とのこうコミュニケーションが生まれたりとかするのかなっていうのをすごい感じさせられましたね。確かにリズムが、いろんな職業の人がいたりとか、いろんな現場の人がいて、朝の人、夜の人、いろんな人がいるって、そこがこうなんかこうそれぞれのリズムで街を割烹しているので、そこがまた混じると面白いというところがありますし、あと取りも直さず五市合併という北九州市 の、まあ、あの多様性、キャラクターの違う5個の市が一緒に合併したという特異性があるので、やっぱそういう人たちがそれぞれの自分たちの我が町を主張しながら、それがみんなぶつかるっていうこの面白さもですね、北九州市ならではで、まあ今の言葉で言えばね、多様性とかダイバーシティとか言いますけど、うんうんうん、もうちょっとそれが土っぽいというか、あの土臭いというか、そういう感じで、うん、なんていうんですかね、こうプライドをぶつかり合わせて、そこがこう混じっているという部分ですね。だから今日文字行って、小倉行って、若松行って、まあ3つの区行かれただけでもちょっとこう雰囲気が違うでしょ、気配がすごい違いました。違いますよね、なんか門司港の方はレトロをすごい押し出されていらっしゃると思うんですけれども、一つこう視界に入る景色の中にそれこそ平安もあり、なんかまあ鎌倉時代もあり、でまあ明治大正のこう気配もあり、でそこになんか日本の文化だけじゃなくてちょっと異国情緒を感じているものがありっていう、なんかそこのこう時間軸とまあ空間軸のこうレイヤーがいろんなものが重なり合っているような、なんかこう空気感で、それがやっぱりこう繁栄をしたことがある土地だからこそ持つなんか土壌の豊かさみたいなのがやっぱ空間ににじみ出てるなみたいなのを思って、それはすごいなんか門司港のところのすごいこう個性というか、なんか独特の空気感だなってそう思いましたし、なんかあの小倉の方はこうあのまあ元々武士の町だったっていう話もあって、結構なんか質実剛健な感じもしつつ、なんかこう文化の情緒があり、若松はなんか私このなんか港湾都市な感じめっちゃすごい好きで、あのなんかこのクレーンっていうんですか、その造船場みたいなこうニョキニョキっとしたのがあったりとか、煙突があったりとか、まあ大きな橋があったり、なんか都線の看板の文字がもうすごいいかにも昭和な感じだったり、でそういうのがこう人のなんかこう
あパッと見すごい人工的に見えると思うし、まあ、工業って、ね、そうそう無機質に見えると思うんですけど、人工的なものがあるってことはすごい人の気配があるっていうことだと私は思っていて、 その向こう側に人の生活の営みってやっぱ感じられる景色であるって私はすごい好きで、なんかこの、まあ、私このインダストリアルセクシーだなって思ってるんですけど、インダストリアルセクシー、はい、インダストリアルセクシーいいですね、それちょっと来年のポスターそれ、いやぜひ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 あのこれ水星の独自の造語なんで、そうなんですか、まだあのオフィシャルで使ってないんでもぜひ使ってください、インダストリアルセクシーだと思ってるんで、そうですね、ここの良さをもちろんなんかそのいわゆるなんていうんですか、こう工場夜景、なんか萌えみたいな、あのあるじゃないですか、そういう系でも、そういうのもちょっと一部だと思うんですけど、なんかもっと広く捉えてこの工業地帯のなんかこう、こう力強さと、まあこうちょっとこう錆びゆくこう、はい、なんか切なさみたいなところと、うんうん、でもなんかこれがこう人々の社会とか生活とか文化を支えている基盤であるっていう、そのこうなんつかね、こう責任じゃない、その使命みたいなものがやっぱいいなみたいなと思ってるので、それが北九州のこう街のカラーにうまく、それがねこううまく乗っていくとめっちゃ素敵だなって思いました。そうですね、うん、それは嬉しいですね。この辺のかつてね、この辺、うん、ルドシがこう想像していただくとね、この海からこのマッチョな、ね、うんうん、お兄さんたちが、確かに焼けたイケメンたちが運んでこれを運んでいってね、早稲田区になりながら、この炎天下であって、そしてね石炭を運んで、これが日本の産業、日本の力になるんだと言って運び出して、ね、ここからあの各地の日本やアジアにね積み出していったっていう、それでなおだからその音っていうか、その何て言うんですか、空気感がまだなんかそこかしこからふわふわっとこう、まだ出てくるような、それがインダストリアルセクシーですね、うん、です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 そういうことです。でなんかよくも悪くもなんかその昭和初期っぽい話とか近いんで、まだ高度経済成長まだちょっと近いんで、なんかそこから27歳なんですけど、あの比較的こう近いので、そこになんか哀愁感じるのまだちょっとこうスキルがいるんですけど、今後も数十年後とかそういう激エモコンテンツになっていくと思うんで、なんかそれがやっぱり長い目で見てもなんか、で今だとなんかこういつまで高度経済成長の話してんねんとか、いつまでバブルの話してんねんみたいになっちゃうと思うんですけど、なんかもっと長いスパンで見ていくと、やっぱりこれはずっとこう大事にしていきたい独自性だし個性だなってめっちゃ思いました。そうですね、うん、いや本当にそのなんかこうにに肉感というか、うんうん、そのこう人間の、うんうん、こう営みみたいなのが感じられる要素、この辺をもっともっと、うんうん、あのアピールしていきたいですし、うんうん、またその営みにもジョインしていただいて、うんうん、一緒にこう、ね、やろうよみたいな、そういうこともね面白い北九州のコンテンツになるかなというふうに思うんですよね、うんうんうん。